ゆうみちゃん、ミヤックスです。今日はですね、12月31日ということで、お蕎麦を2個買ってきました。本当はね、なんか中華料理が食べたいなと思って、中華料理の店行こうかなと思ったんだけど、なんかね、車運転しとったらね、そういや、お蕎麦食べた方がいいのかなと思ってね、急遽ローソンの方にね、行きました。唐揚げくんもね、なんか新製品のあったんだけど、店員さんが外人の人やって、このグラタンのやつできますかって言ったら、おう、もうここにあるものしかありませんね。あ、じゃあ、レギュラーとチーズで、おう、自分で取ってくださいよ、とかって言われて、チーズとレギュラーということでね、まあまあ、ないよりはいいかなと。あとは、中華そば、一力の、おにぎりがあったんで、これも買ってきました。エビ天そば、北海道産玄そば塩と、神田松屋監修の、エビかき揚げそば。ということで、今年はね、この2つを食べて、年を越したいなと思いました。これごとちにしてもいいんだけど、エビ天とかき揚げは多分、取っといた方が、サクサクだから、どうかな、レンジでチンしようかなと迷うんだけど、まず、こっちが、どうなんだこれ。二段重ねかな。あ、違うな。このままチンだな、これ。このままチン、このチンやな。エビ天だけどけとくか。大東焼きやな、これ。と、こっちは、東京のなんか、神田にあるお蕎麦屋さんなんかな。このかき揚げは、これも大東焼きしましょう。で、この2つはレンチンしてきますと。
今か。美味しい気がする。美味しいんだ。